なんかね、フランス語とかね、いろいろなのやってるじゃないですか、最近セミナーね、こうやって。はい、はい、はい。そう。なんか意味のわかんない感想がたまにあるんですよ。はい。コロナ期間後にやりたいと思いますが、書いてあるんですよ。え？なんでですかね。コロナ期間後にやりたいって。だってコロナ前は忙しくて、ね、はい、会社の仕事が忙しくて副業できなかったんですよねと。はい、はい、でコロナ期間中って唯一神が与えてくれた、はい、なんかリセットボタンのこのピリオドじゃないですか、あれ。はい、ですよね。誰もが時間があるんだよね。はい、はい、世の中を止めてくれてるからね。はい、ってことはそのコロナ期間前には時間がなくてできなかったと。うんうんうん、コロナ期間中の今はコロナ期間後に やりたいですっていう、このちょっと意味わかんなくて、僕それずっと考えてたんですけど、3年ぐらい考えてたんですよ、眺めながら。はい、これはどういうあれなんだろうって。はい、でコロナ期間中にむしろ稼げるようになって、コロナ期間終わった後会社に辞表、ね、出すぐらいの勢いでやらないと。なんか、うん、そうですよね。なんか僕がもし今副業だったらそう考えてただろうなと思いました。ですよね。はい、ね、こっちで、ね、悠々とかあの給料もらいつつ、はい、ちゃんとやっといて、はい、でまたほら日中に思ったら満員電車とかまたね通勤で行かないといけないから大変だから、はい、もうそう出荷に辞表、はい、すいませんって出すと、ね、そうですね。あとなんかコロナで副業する人が増えるかなと思ったので、ちょっとなんか怖いなと思ってたら、なんか全然そうでもなさそうな雰囲気だったので、単にサボってるだけだし、はい、あのちょっとびっくりしたんですけど、思った以上にライバル増えないね。そうなんですよ。あの4月でこうみんな会社に出なくなって、すごいライバル増えるのかなってちょっと思ってたんですけど、うん、本当に全然違ってましたね。ねえ、ライバル増えないんだけどね。はい。何をされてるのかわからないですけど、うん。ネット物販なんか真っ先に飛び込んでくるかなと思ったらね。そうですね。本当そうですね。で、こうね、弟もほら浪費式やってるけど、はい。今月も。最初の10日間とかでもうあれだ、200万とか突破して、初めて。でも本当半年とかですもんね。半年1年か。こんなのないよ今の、ね、いやですよね。公式現実系はなんか同じぐらいなんかライバルたちがこうやってなってるんですから、ね、競い合うようですね。ちょうどなんかいい感じですね、数字的に。いい感じ。こんなのなくないですか、他にこんな早く結果出るやつなんて。そうですね、はい。こんだけ僕だって2004年から情報の中にいるのに、はい、みんなにはできる限り少ない時間で楽して稼げるものを案内したいなと思ってるんですよ、はい、僕は。はい、はい、ないっすよ本当に。はい、こんだけ情報も駆使しても。そうですね、結局、うん、その再現性とか、あの多くの人ができるというのとか、あと市場の大きさとか、まあ、そういうのも全部考えると本当そうですよね。はい、はい、YouTuber はダメ、プロゲーマーなんかもっとダメ、はい、プロ側なんかもうね、こういうまさに暗闇の中でずっとやり続けなきゃいけない。そうですね、そういうのに比べるともう全然やりやすさが違いますよね。はい、だから何なのかなってね。でも逆に言うと、そういう人たちが世の中の 95% にいてくれるから、はい、ある意味僕たちが、はい、成功イコール幸せをつかみやすいのかなっていうのもあるから。そうですね、否定はできないそれは。だからそうですね、それが人間なんだなっていう結論なんです、僕は。そうですね、まあ そういう状況なので、まあ あれですよね、あのなんだろう、こういう感じで言ったとしても、別にそんなライバル増えないだろうなと思いながら、気にせず発信しても大丈夫ですし、あれですよね、あんまりこう表だって別にこう自分がこういうことやってるってことは言わないですけど、なんか聞かれて喋ったとしても、まあどうせその人やらないだろうなと思って喋ったりしますけどね。だってね、大富豪ファーザーだって、あの北の勢力やるじゃん、はい、僕たちがこれみんな再現した、はい、あれも再現性やばいし、だってみんなが今2000万3000万でバカバカ取ってるって頭おかしい、ね、もうあれもう、まあ僕はもう本当あのセオリー本当すごいと思いますけどね。やっぱあのセオリーと物販が混じるから、まあ本当やばいよねこれね。やばすぎます最近ね。逆に、はい、これ地下のみんなに心配なのは、はい、2000万3000万みたいなわけわかんないお金がバンバン売り込まれてきてる状態が当たり前と思わないでほしいっていうね。あ、そうですね、それは危ないですね。これってなんか危ないじゃん、なんか
はいはい、間違えて FX とかそんな わけわかんないのに再投資しちゃったら、これ責任持ってないですよ、ね、本当に。いや、絶対やばいですね。あのやっぱお金持ち慣れてない人がお金持つとは、あとやっぱり、あの、ま、ところが話合いですから、はい、やっぱこう、OS がしっかりできてないとやばいと思います。しかも、中途半端に自分で頑張って銀行行って取ったお金だから、なんか自分の成果だぐらいのなんか勢いがあるやつだなと思って。はいそうするとやっぱどやるやつがいるんですよ、必ずやっぱ。俺がやったみたいなね。うん、あれですね。危ないですね。危ないんですよね。危ないですね。そういう案件もあるんだけど、これね、はい。はい。でもそんなのも普通ないじゃないですか。そうですね。で、あれだって、だいぶファーザーがおっしゃったんだけど、はい、47年間の中でこのセオリーをみんなに喋ったんだけど、誰一人として理解できなかったと。はいはいはい、理解して実行までしてきたのはお前が一人だって言われるようになっちゃう。たった一人だって。なるほど。みんなに喋ってんだって、一応こういうのも。ああ。地元のほら経営者とのみんな。はい。はい。はい。まだもう、経営者に立ちに話してんだよ、しかも、ファーザーの場合は。はい。はい。同じね、この、決算とかこういうのもやって、会社法人もやってって一緒に。はい。あれ一人としてね、理解しないのよ。で拒絶反応するんだって、ああ怒っちゃったりもするんだって。なるほど。面白いですね。何で用があるのに。僕らがあの理解できないなら分かりますけど、経営者でも理解できないんですね。ある意味この世の中の大多数の人たち、まあ、それが人間なんだなって思うようにしてる、うん、それがダメなんじゃなくて実は、はいはい、で僕たちも別に特別じゃなくて、はい、頭素直にそういうのを受け入れて、はい、そういうのができただけなんだって思うようにしてる。はいはいはい、はい、人間なんだよとみんな、はいはい、人間とはになっちゃった。なんでかななんでかなってなってると、いや確かにでもこういう場合だってみんな止まるよなっていうふうにそういう思うようにしたんで。ああ。いなくて。はいはい。結局そういう人たちが世の中いてくれないと、じゃあ全員がね、世の中全員がね、うん、ねこの見えた瞬間に取りに来て。はい、でしかも絶対に逃げないみたいになったら、これ競争どうなっちゃう世界だったこれ。そうですね。24時間とか足りないですよ1日。そうですね、うん、だ僕たちがこうやって1日ね4時間のルーティーンとかねそういうので、はい、ある程度の優雅な生活ができるっていう状態が作れるのも、はい、世の中の 95% の人は目の前に宝が来ても絶対に動かないと、はい、動くものかぐらいの勢いでこれ。これは危険の違いだ。はい、そうですね、詐欺だとか、はい、そのごく一部の人たちがやり始めて、はい、これはちゃんとお金が稼げるって分かったとしても、ちょっとなんか起きただけでもう危ないからすぐ逃げて帰ると、はい、そうですね、そういう人たちが世の中の大多数でなってくれないと、はい、これはね大変なんだと逆に僕たちが、うん、そうですね。そうって思うようにしました逆に。はい。じゃないと時間のお金と自由な時間とお金と場所の自由なんて永遠に手に入らないです全員が。そうですね、そうですね。